米国フィギュアスケート連盟は29日、日本時間30日、トレイシー・マレック会長のコメントを発表。フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエは、ロシアがドーピング違反でスポーツ仲裁裁判所から4年間の資格停止、北京五輪の失格処分などを課されたことを受け、今日、CAS の決定を通して、クリーンなスポーツが勝利した、などの声明を発表した。 添付された写真は北京五輪の団体戦に出場した米国代表の9選手がメダルが入っていないケースを抱えた姿米国はワリエワを要するロシアオリンピック委員会に次ぐ2位となっていたがワリエワをめぐるドーピング問題によってメダルの贈呈が先延ばしされていた声明では公平で平等な競争の場を求める彼らの誠実さとリーダーシップは称賛されるべきである彼らは真のチャンピオンだ などの言葉も伝えられた